えー、それでは私の方から、まあ、全体的コメントといっても今日はたくさんの盛りだくさんの情報をいただきましたので。 えー、一つ一つにコメントすることは15分ですから不可能であります。えーまあ、ということで全体として私たち私たちというのは聴衆側として学んだこと考えたことそして、えー、今日本の幼稚園保育園のあり方特に、えーまあ、幼稚園教育要領保育所の方針などが改定されましたので、まあ、その方向の中でどういう意味を持ちうるかを 考えてみたいいと思います基本的にですねその幼稚園教育要領保育指針を改定したわけでありますけれどもその極めて大雑把に大きく狙いを言えば保育のプロセスの質を上げようということだと思うんですね。でそのプロセスの質を上げるっていう時にこれも大雑把に言えば一つは 良質な実践の知恵に学びそれをどう広げていくかということを考えるということが基本だと思いますそしてそのためにはカリキュラムとか指導法が必要なわけですけれどもそれを特に資質能力とか幼児期の終わりまでに育ってほしい姿というようなもので概念化してその 概念を使ってカリキュラム指導法を考えていこうということを提言していて3番目にはそれを具体化するためにまあ幼稚園教育要領の言い方では幼児理解と評価と言いますけれどもえ具体的に園の保育を見直しながら改善するという仕組みの中で具体的な指導の改善を進めるということをやっていこうとこういうことが 海底のとということになりますそれをもう少し具体的にはまあ資質能力を伸ばしましょうねと3つの柱ですけれどもだから幼児期の終わりまでに育ってほしいという10の姿これが資質能力が5領域と組み合って出てくる姿でありますがこれを参照しようとでさらに幼児期の乳幼児期の保育 教育というものが小学校教育の基盤として有効に働きながら同時に小学校教育の始めを変えていきながら小学校教育のレベルも上げていこうこういうことを考えているんだと思います。で少しそこでイメージしているその保育と言いますか幼児教育というものがどういうものかそこで 改善すると言ってるのはどういうことを目指すかを具体例で見てください詳しく説明はできませんがこれは一歳児ですね、えー、この真ん中の子がこの土山に登ろうとして歩いて登れないので四字登ろうとして滑り落ちるんですけどで最後に成功するというところで 学びに向かう力というものがこういった体の動きそしてこの人が担任でありますが担任や仲間年長者年長の子供ですけれどもという人間関係またこういったものへの関心の中で実現していく様子がわかると思いますこれは飛んで5歳児でありますけれどもこの5歳の何人かがまあよくある遊びですけれど問いを長くつないで どんぐりなどを転がしていくで非常に長いのでなかなか難しいんですけれど幼稚園にあるさまざまなものを持ってきながら台にしながら工夫して伸ばしていってこれは最後の遊びが終わったところで鍵を見ると分かりますが、えー、ものすごい長いものができてまだ完全ではないんですけどかなり完成したよということで話し合いをしている。 まあこの辺の5歳児なりの工夫そこにいろんなことに気づいたり工夫したり粘り強く取り組むという資質能力がよく表れてきてると思います。でこれはまあ銃の姿の表れとしていくつか例を挙げたいと思いますけれども、まあ、時間の関係で本当に2つ3つですけれど銃の姿の中に道徳性と規範意識の芽生えというのがありますけれども。 規範っていうのはルールを守るとかルールの意義が分かるとかルールを話し合って決めるとかルールを作り出すとかいうことを指していますがこれは「だるまさん転んだ」のルールを先生がここに言いますけれども先生が鬼をやりながらみんなでしっかり確認して守る姿です。ついでなながらかかりりしっかり 静止できている様子が見えると思いますけれどもこういう、まあ、当然ながら運動の発達とルールー作りが絡んでいますこちらは全く子どもたちが作り上げる遊びのルールですけれどアスレチックでこう長く作っていってこれが最後のとこで飛び箱のようなものから飛び降りるというところまで作ってしばらく遊んでいましたけれども。でその中で、えー これタンバリンなんですけどタンバリンを持って飛び降りて飛び降りるときにタンバリンを叩くというルールを加えることで遊びを面白くしているという様子でこういう遊びということとルール作りの絡み合いがよく見えると思います。これはあのお芋の、まあ、栽培活動でさつまいもの収穫場面でありますけれども収穫したのを、まあ、洗って乾かす場面なんですけれど。 そういう中に例えば数量の関心感覚というのが現れるよということでまあよくあることだと思いますがさつまいもの重さ自慢大きさ自慢が始まってそれを重さを測ろうとなってで先生が300400500600700と書きましてそこに該当するところを置くと。でこの子どもたちはもちろん500とか600分かりませんが。 まあ500は5はつきますのでそのぐらいは分かってやると,ということでここに「重さチャンピオン」と先生書いておりますけれども一番大きいやつついでながら一番長いのと一番太いのも見つけておりますけれどもこういう数量感覚の芽生えというもの,のがさまざまな数をの中に現れてくる様子ですね。これは文字 を学んででいく様子でありますけれどもこの辺ではこの時たまたま土砂で大きな団子を作ってまあよく作ると思うんですけれどでその作った時に玄関ホールに飾ってあげるとで先生がこの赤色紙で台を作ってあげてまあ飾ってあげてるんですけれどその前に名札がありまして。 でこの男の子は淳君なんですけど団と書いてありますそれぞれのこの名前があって次に「団子ご」と平仮で書くというふうにしてで、まあ、この子が淳君が団子を持ってきたわけですけれどもそしたら先生が「名前書けるかな?」って聞いたら書けるというので淳は書いたんですが「団子は書ける?」って聞いたら書けないと、ね。で先生が代わりに書いてあげるかなと思ったらそうではなくて。 えー、団子だ」というのは「単に点々なんだけどで玄関ホールなので靴箱があるんですけどそこにひらがなで名前が書いてありましてでこの子がその「た」を探してそれで「だ」ですねで「うん」を探して「うん、ね」で「ご」では「こ」に点々ですので「こ」を探して「団子と書いてめでたく「あつし団子と書いて、まあ、表情が出ていませんけれど非常に誇らしげに。 その様子を見ていると,いうところですまあこんな具合にですねさまざまな場面で先ほどの資質能力や銃の姿の現れっていうものを見ていくことができるでそういうものをその一種の概念的な道具として使いながら保育のプロセスというものの質を上げる試みをできるのではない といいう,うに思いますついで,でだから小学校教育の接続についてポイントを書いておきましたけれど幼児,幼児教育として行うことと小学校に入ってのスタートカリキュラムで行うこと低学年教育で行うことのポイントというのも示されておりますでこのようなその保育の質を改善していく時に私はこう見直し実践と仮に呼んでおりますけれどもまあそれが重要なんではないまと、あ、思うわけ ですで幼稚園教育要領ではそれは評価と理解と評価と呼んでいますけれども、まあ、簡単に言えば記録を取るということで例えば簡単な写真を撮ってメモをつけるような記録と。でもう一つ大事な一番大事なことはその次なんですけれど記述と評価と書きましたけれども先ほど申し上げたように資質能力の捉え方や 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を概念的な道具として使ってその子どもの様子を分析していくそしてそれらがよりよく現れていくより豊かに現れていくようにするには次にどういう手,手立てを取ったらいいかを考えるそしてその分析したものを同僚同士あるいは保護者あるいは時には子どもと共有してこのぐるぐるぐるというこの 改善のサイクルを回していくということでプロ保育のプロセスが改善されていくのではないかということですね。で基本的に要領指針で改定したところで念頭に置いている保育のプロセスの質の向上改善というのはこういうものなんだと。でそういう中にまあ子どもがエージェントとしての主体としての子どもをどう巻き込んでいくかというのは大きな課題でありますが例えばこの園では。 記録をこういうふうに廊下に飾っていますけれど子どもがそれを見ながら自分たちのやってることを振り返って次を考えるというところも見られますしこれは別な縁でありますけれどもいわゆる「お帰りの会」の時に今日したことを発表しながらその遊びを他の子どもがやってみたいとかこういうふうにしたらいいという提案とかを出しながら振り返りと 次の目当てを立てるような子どもの活動が見られています。でこういうことが私の考えるところの要領指針の現状また方向であるわけですけれど今日の一日のお話を聞くとそれに対してでは例えばソサエティ5.0という時代に向けて ここうういっったことをどうやって発展したらいいのか発展できるののかととといいうことへの示唆がまにあったと思いますで。私が今話した話を別な言い方をすれば、まあ、ナラティブアプローチと言ってもいいと思うんですけれども、まあ、それに対してデータベースあるいはエビデンスベースのアプローチがあるわけでそのおそらく両方の組み合わせが必要になるんだろうというふうに思うわけですね。 で今日も村上さんの方からエビデンスのあり方と限界という指摘がありましたけれど、いずれにしてもそれと組み合わせていかなければならないと思います。でじゃあ、その上でですね、どうするかということなんですけれども、一つはその、さまざまな IC、その他を使うということは、リアルタイムの測定だと思うんですけれど。 そういうことを導入していくということで保育のサポートシステムっていうものを作っていくことができるだろう、まあ、それが一つの方向だと思うんですねもう一つはその養成とか研修まあ大ざっぱに言えば保育者のトレーニングシステムですがその改善をより図っていくことができると思いますパターンランラグにつ と呼ばれているものは典型的にそれを目指しているのかと思うわけですけれども、3番目は、さまざまなエビデンスによって政策の在り方の検証をする必要がありますけれども、それに加えて、そこからいろいろな形での社会的なサポートシステムを作っていくということが求められるように思います。例えば、専門家が実践者とどういうふうに共同していくか。 バーナット先生は実践者と政策担当者と研究者がどのように共同するか共に同じ場に入っていくかということを最後に強調されていましたけれどもそのようなことを日本の中ではどう作れるのか例えば文部科学省では幼児教育センターというのを今広げて作っておりますけれども例えばそういうこととあるいはセディップのような研究を中心とするところが そういうところと協力しながらやっていくこともできるように思います。ということで、えー、今日う一日学ぶ中で、えー、日本が今、日本の養父が取り組んでいることに加えて、これからの5年、あるいは10年、Society 5.0の時代に向けて、何を努力すべきかということの方向を具体的に示載していただいた。 ということで御礼申し上げたいと思いますどうもありがとうございました